はいどうもこんばんはレバーです。マイマイマイ5円約束とクレヨンやっていきましょう。さて皆さん、この状況を見てください。遊園地のとある倉庫、電気がつかない暗闇の中で、僕の中で一番ポンコツだと思ってる岡田丸水産業が一人で挑もうとしてます。最悪な状況。いやもうむしろなんか怒ってほしいもん。それではやっていきましょうか。さて、何も出てこないような、逆になんか怒ってほしい。この今まで戦犯しまくってたゆうまる水産業へちょっと罰を与えてほしいですね。あ、やば、なんか蹴っ飛ばして貼っちゃったぞお前もうやめて、人のもの勝手に割らないで。大丈夫なの？弁償ものでしょ、こんな勝手に遊園地の中入って。割ってしまった何かがある、危ないので触らないでおこう。あ、それは見えるんだね。懐中電灯も持たずによく入るなこんな場所。まあでもね、一応サンリオのゲームだからそんな怖いものは出てこないと思うんだ。こっちは？あ、え、なんかいる、なんかいる完全に今いたんだけど、誰？こっちでいいのかな。なんか導かれてる気がするよね。先にこっち見てみる。アイテムとかなんかあるかもしれない。完全に今いたよね。でもこっちは？あ、あるねー。お金か？チケット、ありがたい。やっぱね、この世界での通貨はチケットだからね。これがないと生きていけない。食べ物をありつくことができない。なんかね、本当にチケットでお菓子とか買えたりするから、ちょっとお金みたいな概念がある。で、こっちでいいのかな？なんで一人でこれ。いや、せめてもう一人連れてきてほしかった。何が不安って、この人がさ、帰ってこれなくなるんじゃないかなって思ってる。ちょっと戦犯とかしすぎて、あれ道迷っちゃってどこがどこかわからないよとか言いそうじゃない？こっち上でいいのかな。あ、さっき来た場所がここだから、まあじゃあこのまままっすぐ進みましょうか。ちなみにダッシュがないからね、もう積んでるよ。追いかけられた、終わるよ。こっちでいいのかな。段ボール、はい、何もないね。なんかあった場合矢印があるっぽい。こっちかな。おー、何もない。いや、行き止まった。ってことは上だね。あ、なんかある。なんだこれ。あ、これがブレーカーだ。どれどれ、絶対なんか出てくるよね。はい。あ、やっぱりブレーカーが落ちてたんだ。じゃあこれで、この点々点怪しいよね、絶対なんか来るよね。さあ、何時代の電気なんだよ、暗すぎるだろ。よし、これならどうにか画材を探せるな。お絵描きのクレヨンと画用紙を探しに来たんだよね。探しに来たっていうか、本当はチケットで買えるのに、なぜかここへ迷い込んだんだよね。チケット全部足りてるのに。クレヨンみたいなものはここにはないかもしれないけど、紙束くらいは見つかるんじゃないか。盗むの？ダメでしょ、先生的に。あ、あるっぽいね、これは。見つからないな。勝手に漁ってるんだけど、最低じゃない？だってさ、これ遊園地の、なんていうの？ちゃんと遊園地の人が買ったものじゃん。会社のお金で買ったものなのに、パクっていいの？見つからないな。こんな漁ってるのも大問題だと思うんだけど。じゃあ一回戻ろうか。行き止まりだしね。さっきいた、なんかお化けみたいなやつはどこ行ったんだろう？上かな？こっち。あー、この扉っぽいね。ちょっと待って。効果音がおかしい。蹴ったよね、今絶対ドア。ガンガンって。開かないな。受付の地下にある鍵のかかった扉。いかにも怪しいけど、今はどうにもできないか。受付のなんて言った？蹴るな、蹴るな。受付の中をやってたら開くんじゃないの？鍵のかかった扉。受付の地下。そんな場所あったっけ？まあ、一回戻ってみようか。多分なんか起こるだろうね。こっちか？紙ちょうどあったし、あ、あるあるある。あ、これガラスか。こっちで、こう行って、道迷ってるね。これ、ゆうまる水産業が悪いからね。僕がミスってるわけじゃない。で、一回こっち行って、これで電気つけれるんじゃない？もういじらないでおこう。じゃあなんでブレーカー上げてきたの？さあ、戻ってきました。ここの鍵？受付の地下の鍵ってここだよね。戻っていいの？あー、みんないる。え、じゃあ違うのか。ちょっともう一回入ります。入ると一人になる。多分こっちかな。ここは何もなさそうだね。受付の地下ってどこなんだろうな。
寄せ書き用の画材を探そうって書いてある。一回もう買いに行ってもいいんじゃない？こんな場所探さなくていいでしょ。受付の地下にある鍵のかかった扉、いかにも怪しいけど今はどうにもできない。見つけたんだけど。これ画用紙の束だ。パクった。よし、早くみんなのところに戻ろう。先生、これどうやって見つけてきたの？なんか遊園地の人が多分買ってたんだろうね。パクってきたよって言うのかな。盗賊か？これはこっちへ行って新たな学習教育になるかもしれない。人の。びっくりした！今日はアトラクションで遊ばないの？やばい、鳥肌がすごい。なんだこれ、まさか本当にお化けが。おかえり。待っていたよ。いや、この声休憩所でも聞こえた声だぞ。お前は誰だ？カエル卵の仲間か？てんてんてん。ちょっとコミュ障なのかもしれない。あんまなんか触れないでおこう。言わなくてもメダルを集めるさ。これ以上誰も脱落なんかさせない。一番脱落しそうなんだけど。そうだといいね。もや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 、消えてった。お化けなのかもしれない。てんてんてん。わあ、びっくりした。もうマジでやめて。バッて出てくるのってさ、ホラーじゃないと思うんだ僕。びっくりさせるのイコールホラーって考えてるのもう古いよ。でもそんなにうまくいくかな。もう早く帰ろ。消えた。消えたじゃないよ、絶対いるでしょ。あれじゃないの、デスノート拾った時に主人公 L って言うんだけど、主人公はキラだっけ？キラと L は一緒か。もう忘れちゃった。主人公と一緒にリュークだな。リュークっていうお化けみたいな化け物がついて回るんだけど、まあそいつ死神なんだけど、そいつ並みに怖い。さあ戻ってきました。ここだと足が速いんだね。みんな帰ってきたよ。ブラック、生きてたか。なんとかね。それよりみんな、ほら、これ、中で画用紙の束を見つけたよ。ああ、さすがに、先生。これお金払ったんですかね。ブラック、レッドに代わってお手柄。これは主役交代の予感。みんなおそらく人のものは取っちゃダメって習ってないんだね。それとこれは別だ。今回はブラックに譲ってやったのだ。で、終わり？絶対こん中まだあるでしょう。さあ、この調子で他の目標も達成していこう。ダメだろこの調子は。全部パクってるじゃん。じゃあもうチケットいらないじゃん。あのカエル卵かパクればよくない？わたるくん、お腹減ってないですか？ちゃんとハンカチは持っていますか？大丈夫なのら。これじゃあどっちが先輩なんだか。先輩？一応そうですね、シンタの戦隊に誘われた順番で言えば、この子たち多分全員同級生なんだな。で、今か順番がわかる。仲間だ。いきなり何なのら。やはりヒーローは一人ではなく仲間と共に強敵に立ち向かうものなのだ。そして俺は仲間の真ん中に立つ、戦隊のレッドなのだ。絶対興味ない。というわけで、渡る、お前を、我がヒーロー戦隊のブルーにしてやろう。嫌がってる。可愛いな渡るちゃん。そんなことしなくてもいいんだよ。じゃあお菓子くれたブルーにある。多分いずれ誘拐されるだろうな、渡るちゃんは。お菓子か。まあいいだろう。レッドは仲間思いなものだからな。わーい、なのら。簡単に釣られちゃった。ふむ、何か始めるのです？とりあえず1枚パシャリ。この子は多分好きな男の子とかできて中学生くらいになったスマホで好きな男をずーっと盗撮し続けるだろうね。ちょうどいいところに。我が戦隊は今仲間を集めているのだ。マドカも入れてやろう。ちょっと、もうこの戦隊ダメでしょ。みんな乗り気じゃないんだけど。普通戦隊って言ったらさ、こんくらいの年齢だったら、入りたい、私も入りたい、俺も入りたいみたいな感じじゃないの？なんかだるくないみたいな言われてるよ。多分それより YouTube 見ようよってなってるよ。まあもしかしたらバズる何か。もう絶対 YouTube に投稿されるじゃんこれ。バズる何かになるかもしれないし、いいですよ。とりあえず名前はカスです。よーし、色は紫。紫って英語でなんだ？パープルだよ。パープルとか。喜べパープル。お前は今日からヒーロー戦隊のパープルだ。ブルブルなのだ。はいはい。ちょっとお姉ちゃんっぽいね。
まどかちゃん、レッド、ブルー、パープル、3人じゃまだ足りないな。戦隊といえばやっぱり5人だからな。あと2人スカウトしなければ。普通黄色と緑とピンクじゃない？あと、まあでもこれで一応3人は集まったんだね。そしてもう2人がここへ来て、このメンバーになると。へえ、渡るがシンタの次に入ったんだ。そうだな。でも戦隊は、みんな同じ仲間だ。真ん中はレッドだが、誰が偉いとかはないのだ。真ん中はレッドなんだね。ちょっと待って、でも 1,2,3,4,5 で先生合わせたら6人いるくない？それは大丈夫なの？まあ6人もありか。プリキュアとかだっていっぱいいるもんね。でファイル OK で、これはあとクレヨンのセットだから買いに行こっか。じゃあお土産屋、はい。さあ来ました、チケット6枚あるよ。今ならクレヨンセットがチケット5枚で販売中でみ。今なら買えるな。どうする？買いましょうか。毎度でみ。ぼったくられてない？僕結構時間かけてチケットゲットしたんだけど。よし、これで目標は全部達成できたはずだ。探索が無事に終わってよかったです。リンリンくん、リンリンくんって誰だっけ？あ、この緑の子か。頼んで。絆創膏やお薬が入ったリュックを持ってきてもらいましたが、必要なくて何よりですよ。リンリンくん、ありがとうございました。ううん、別に重くないし。この子はやっぱツンデレっぽいね。マモルくんがいつも言ってる転ばぬ先の枝だよね。マモルくんさ、マモルくんの口癖って転ばぬ先の枝なんだ。ちびまる子ちゃんのおじいちゃんみたいなこと言うね。そうです、失敗や危険を想像して準備すると解説。マジでおじいちゃんじゃん。失敗や危険を想像して準備するというのはとても大事なことなんですよ。あれだよね、石橋を叩いて渡るみたいな感じだよね。まあ慎太くんのように勇気にあふれていればそんなものは必要ないかもしれませんが。うわ、勇気だけで勝てると思ってる。それだったらアンパンマンは無敗なのにな。おーすごい、ハエみたいに飛んでる。ごちゃごちゃごちゃ、大五郎、今は亡き大五郎がここにいる。お前さ、もうちょっとなんかさ、日陰か日向かどっちかにすればよくない？これ多分耳の前半分だけ日焼けして後ろは日焼けしないんだろうな。てんてんてん。マモルくん、どうしたの？ぼーっと外を見ていて。あ、いえ、なんでもないですよ。今日もいい天気だな、と。だったらもうちょっと日向に行けば？ちょっと待って、先生の周り回ってるの楽しいのかな？みんなと一緒に遊びたいんでしょ？お、勘がいいね。いい女の子になれるぞ。いやー、バレてしまいましたか。リンリンくんは、人をよく見ていますからね。そういうマモルくんも見てるじゃん。正直いざ声をかけようと思うと、緊張してしまって、変に思われたらどうしようとか、いつもは部屋の中で遊んでいるのになんでとか。うん、でも上手なお話ができなきゃ輪に入れない、入れないなんてことはないよ。上手なお話、ちょっとよくわかんないけど、大事なのはハートだよ、ハート、心、いつ心臓だよ。むむ、そのセリフケロットピッピーですね。これね、わかった。あのさ、サンリオの3匹のカエルじゃない？三つ子の。多分ケロなんだっけ、ケロケロケロッピみたいな、ケロケロピッピだっけ、そんな感じのやつ。あ、当たり。本当は優しいのに、口がへの字なせいで不機嫌だと思われがちな緑のカエル、ケロット。でもケロットは自分とウリ2つなのに、いつでもポジティブなピッピーと出会って。あれ、僕が解説した瞬間になんか否定される雰囲気があるんだけど、その明るさに勇気をもらう。そして行動で誤解を解いていくんですよね。いじけないでやってみようよ、大事なのはハートだよ、と。ということは多分このカエルは別の物語っぽいね。さすが守れくん、パパのごめん、やっぱ絵本だったわ。お話までバッチリ覚えてくれてるんだね。パパの絵本？うん、ケロットピッピー描いたのはパパだから。え？あ、そういうこと？リンリンのさ、この耳につけてる、耳じゃないわ、ツインテールの髪の毛につけてるこのカエルのやつがケロットとピッピーなんじゃない？耳ってウサギじゃないんだか。なんとリンリンくんのお父さんが、聴者だったのですか？ふむ、それは知りませんでした。いや、しかし全くもってリンリンくんの言う通りです。大事なのはハート、心ですよね。
It's my life ですよね。私じゃなくてピッピーの言ったことだけど。いえいえ、そうやって僕に声をかけてくれるリンリン君は、国礼、今もう付き合ってくださいでいいんだよ、この流れで。まるでケロットやピッピーのようですよ。お前はカエルみたいだぞって言われてるよ。あ、別に。なんかさ、ここで悪口の否定入ると悪口言ってるようだよね。口がへの字なんだとか言ってるわけじゃなくて、ハートの話ですからね。くわー、わかんねえ。痛い、それは痛い。ヘッドスライディング。わ、あなたはシンタ君、大丈夫ですか？何やってんの。はい、絆創膏あげる。どこに入れてたんだろうね、絆創膏。わ、悪いな。まあこんなの全然痛くないんだけどな。みんなさ、小さい頃転んだりしたらなんか消毒液みたいな塗られてなかった？あれめちゃくちゃ痛いよね。珍しいですね、庭にいないなんて。そうだった、ユウ先生に出されたなぞなぞがわかんねえ。ひっくり返ると軽くなる動物、ひっくりか、カエルって何なんだよ。カエルなわけないか。ひっくり返ると軽くなる、逆から読むと軽い、イルカかな。ふむ、そのなぞなぞ確か本で読んだことがあります。なに、答えわかるのか、教えてくれ。答えてしまってもいいのですか。イルカだと思う人、カエルだと思う人、はい、皆さんはどっちですか。答えはイルカですよ。イルカ、なんでだよ。イルカがひっくり返ると、つまり逆から読むと、てん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 、イルカって逆さまになったら息できるのかな。なんだと、そういうことだったのか。お前やるじゃん。その頭脳、このシンタ戦隊にふさわしい。え、シンタの、あ、シンタの戦隊か。へえ、お前も入れてやるぞ。なんか勝手に解明したのかと思った。シンタ君の戦隊に僕なんかが。でもいいのでしょうか。僕なんて気も弱いし怖がりだし。守るは怖がり、メモメモ。これいつしか守るとかが炎上した時に暴露しよう。シンタは怖がりでしたって。センターには頭のいいやつが必要だからな、ユウ先生。いや、やつはレッドの謎のライバル、ブラック。ブラックの頭脳に備えるのだ、シルバー。ちょっと待って、色めちゃくちゃだよね。お、ありがとうございます。僕頑張ります。シルバーって銀だよね、ホワイトじゃないんだ、そこは。あ、お前も絆創膏くれたし、医療担当でセンターに入れてやろう。加入がちょっとひどいな。5人までって言ってたのに加入頻度高いな。頑張れよグリーン。シンタ君は5人揃えたいだけでしょ。でもこの5人に決まるんだね。まあいいか、大事なのはハートしか関係ない。ハート今ここにどこにあった。ハート今ここにあったか。そしてこの6人が揃ったと。シンタは何にでも突っ込みすぎだから、逆に転ばぬ先の枝を見習った方がいいです。なんだと。でその枝はどこでもらえるんだ。シンタ君にはまだ早いかも。バカにされてるぞ、なんか言ってやれ。守るは弱虫ですよって今暴露しちゃえ。あ、言われて終わっちゃった。休憩所の光に話しかけることで自由時間を終えることができます。光に話しかけると OK。 もしチケット探しをコンプリートしたいのなら今のうちにやってしまいましょう。でもなー、チケットセンサー使っ、これって無限に使えるのかな。買おっか、じゃあ一応これを買うことによって、多分ねチートアイテムだと思うんだよね。これアイテムでチケットセンサー、はい、無限かな。え、教えてくれない。ちょっと待って、これ教えてくれないんだったら意味ないじゃん。え、今あるマップ内ってどういうことなんだろう。例えばじゃあ広場行ってみよう。でアイテムでチケットセンター、ちょっとこれ詐欺商品です。ちょっと消費者センターに訴えないといけないかも。入場ゲート全部使えないのかな。チケットセンター、待って、どうやって使うんだ。エンターじゃないのかな。 X じゃないよね。 ZC 画用紙、クレヨン、全部使えないよね。オプション、名簿、地図か。地図じゃないな。あ、わかったかも。じゃあこうやって一回入って、でさらに入るんじゃない。マップ内ってどこまでの範囲なんだろう。でここへ入っ
ってアイテムでチケットセンサー、はい。詐欺られた、最悪。返してお金。どうする、チケット、まあいっか、後々いるかな。まあまあまあ大丈夫でしょう。詐欺られて終わりです。一応これでも前回めちゃくちゃ探したもん。さあ入っていきましょう。ヒカルちゃんに話しかける、はい。おかえり、なんか見つかった？もう、自由時間を終えようかな。お話しする。マリア、ルミ先生のお世話するのうまいんだ、私も見習わなくちゃ。じゃあ終えましょうか。終えます。あ、待って、セーブしていい？先に一応セーブしておいて、はいはい、終えます。さあ何が起こる、お絵かきするのかな、みんなで。なんか起こりそう。あ、セーブ上書き、まあいっか。さあ何が起こるんだ。さて、寄せ書き作りに必要なものは集まったけど、先にブロックアンサーについて整理しておかないとな。なんだブロックアンサーって。ブロックの答え。うわ難しそう、ちょっとやめて。ちょっとみんなに分かりやすく解説するわ。ブロックアンサーは2人1組のペア4組、つまり8人で挑戦できる。クイズに正解すると得点がもらえて、その得点に応じた枚数のメダルがもらえる。クイズに正解すると得点がもらえて、その得点、はい。クリアできたメダル5枚とかじゃなくて、人によって報酬が変わる。はい、うまくいけばクイズに正解するだけで一気にメダルを手に入れられるかもしれない。はい、もし不正解が続けばゲームオーバーにさせられそうな雰囲気もあった。ハイリスクハイリターンってわけだ。これは参加した4つのチーム同士で得点をめぐって競うってことでしょうか。その、バトルかどうか。いえ、カエル卵が言うには、いわゆる早押し、形式のクイズバトルではなく、全チームが均等にクイズに答えることになるらしいです。なんだ、早い者勝ちじゃないんだね、つまんねえの。こら、そういうこと言わない、遊びじゃないんだから。ゲームなら遊びで。でもちょっと何も言わないでおこう、ヒカルちゃんには逆らったらダメだ。さらにこのアトラクションにはお助けコールという仕組みがあって、クイズの答えがわからないとき、外のお助け役にヒントや答えを聞くことができる。わからないときはヒントを聞ける、はい、答えも聞けるんだ。確か各チームそれぞれが全4問に答える中で2回まで使える。わー難しい。今の情報をまとめると、8人で参加できて4チームです。そしてギャンブル要素があって、一気に獲得もできるし、失敗すると奈落の底へ落とされると。で、分からなかった場合はヒントや答えがもらえるけど、4問中2回までしか使えないらしいです。おー分かりやすい。全部のチームが、全問中半分の問題でお助けコールできるのですか。なんだか優しいですね。それともそれだけ問題が難しいのでしょうか。多分ね、仲間友情関係なんじゃないかな。問題、お助け役は事前に4人で決めておくシステムです。お助け役は4人、はい。お助け役になる分には参加メダルは必要ではない。ゲームオーバーになる心配はない。おー、ややこしいな。了解しました。なんだかルールが難しいね。覚えきれるかな。まあ分かんなくなったらね、ヒカルちゃんか誰かいるでしょう。さて、ユウ先生は当然さ。ちょっと待って、一番参加してほしくないんだけど。もう最悪、絶対負けた。ゆうまる水産業がいなければ勝てたかもしれないのに。このゲーム残り7人とお助けコールの4人はどうやって決めよう。俺は参加するぞ。たとえ頭脳戦だろうとヒーローがいなくちゃ始まらないぜ。多分ね、あのゲームやってた子が参加す、あれいなくない、ヒーローが始まらないぜ。あ、いたいた、ハヤテ。多分絶対参加するよね。多分か絶対か、どっちだ。他のメンバーに関係なく俺はやる。一気にメダルを稼いでやる。ギャンブラーだなお前は。あ、ゆずりはちゃん来るんだ。ハヤテくんがやるのは私も。この2人はちょっとカップルっぽい雰囲気あるね。ゆずりはちゃんがやるな、私もです。ちょっと みんなくっついてくるな。となるとこれで5人、あと2人か。てんてんてん、守はね、まあ今回入りそう。あ、勇気が出たんだね守くん。守ってばっかりじゃなくて攻めも覚えたと。ゆう先生、僕も参加します。守、大丈夫かい。無理しなくていいんだよ。クイズとなれば必要なのは知識。知識だけが取り柄の僕は安全なところでじっとしているわけにはいきません。ちゃんと守った方がいいんじゃないの。
その脳を守ってほしい。僕も立派なヒーローとして活躍したいのです。それじゃあ私もやる。ちょっと待って、1、2、あと2人？ん？で、あともう0人になったのかな。リンリンくん、いいんですか？この2人ちょっと付き合いそうな雰囲気あるね。2人な、ちょっとは怖くなくなるかも。ありがとうございます。どういう意味なんだこれは。ちょっと脈ありなのかな。お、ということはヒーロー戦隊全員集合だな。ちょっと待って、嫌な予感する。ライオンちゃんとヒカルちゃんどっちかは来てほしい。僕もルール把握しきれてないのにさ、この2人なしか。厳しいな。まあでも渡るちゃんがいれないか。これで8人。他に参加したいって人はいる？どっちか来い、どっちか。マリア、余計なこと言うな。いいんじゃない？いいです、いいです、みたいな感じかな。わかった、お助け役はこの後決めるとして、クイズに参加するのはこの8人で決まりだ。勝手に決められた。ちょっと僕の意見も聞いてほしかったな。この後すぐに始めるんだろう。俺は先にアトラクションに行ってるぞ。ハヤテ、ハヤテの死亡フラグがどんどん立っていく。私も一緒に行こうかな。やめて、ハヤテ、行かないでくれ。あ、ちょっと、ちゃんと入り口の前で待つよ。ハヤテくんには言っておきますから。ユウ先生はお助け役の方々を決めてもらえますか？我々のサポートを誰に任せるか、ブラックの腕前見せてもらおうか。早く終わらせて寄せ書きやろ。自分勝手すぎる。ちょっと待って、嫌なんだけど。ライオンちゃんかヒカルちゃん、どっちかついてきてくれないと不安。お助け役ってどこでやるの？現地なんじゃないかな。あ、でもそれだと午後の間、ルミ先生と残りの残りの子数人だけが、休憩所に取り残されちゃうのか。まあそれはいいでしょう。心配ご無用でみ。うわ、なんでここにいるんだ。デミはどこにでもいるでみ。だったらさっきのさ、あの暗闇の中に出てきたのデミでしょう。ここはモニターを持ってきて中継を見ながらお助けコールすることもできるデミ。なるほど、ズームみたいなことができると。なるほど、可能ならそれがいいのでは。ルミ先生を外に連れ出すのは無茶だしね。はお。それじゃあ先生、誰をお助け役にする？いや絶対ヒカルちゃん、 100% ヒカルちゃんがいい。あー、セーブ。どうしよう。はい、もうちょっとやっていい。もうちょっとやります。早くも最後の自由時間が始まりました。シンタをはじめとするブロックアンサー参加組は現地に向かったので、休憩所に残っている、面々かな、面々の中から4人お助け役を選びましょう。いや、ヒカルちゃん、ライオンちゃん、マリアちゃん、もう1人くらいでしょう。子供たちにはそれぞれクイズにおける得意ジャンルがあり、得意なジャンルでのお助けコールにはいいヒントを返せる。いろいろ見て回ってみるといいでしょう。またタイプ相性あるのか。まあでもヒカルちゃんは 100% 正解だよね。ヒカル、しっかり者の発想により論理ジャンルでいいヒント。いやもう話す必要もないでしょう。 100% 信頼し、まあ一応話しておくか。うわ、好感度やば。じゃあ話した方がいいね。え、私そんなに頭良くないけどいいのかな。いやもういいでしょう。お助け役になってもあと4人だからなってもらう。私に任せて。ヒカルがお助け役に参加した。でマリアちゃん、まあ話して、タンポポちゃんとかどう、あとは三つ編みちゃんとか。何の話してるの、初めて聞いたんだけどその子たち。サンリオジャンル、そんなんあるんだ。マリアちゃん、ちょっと待ってて。ライオンちゃんとかぶってたら絶対ライオンちゃんの方がいい。ライオンちゃん、はい。うわすごい、知識と論理2つ。さすがチート技だね。お話しする。私が知っていることが役に立つのであれば、精神性をお手伝いさせていただきます。なるほど、まあライオンちゃんは絶対だよね。私でよければお助け役に加わった。サンリオタイプか。わーでもライオンちゃんな、可愛いからな、私は大丈夫でしょう。難しいのはよくわかんないけど精一杯頑張りますです、たーちゃんです。じゃあこっちはガングロタマコちゃん。アルティメットな発想によりひらめきジャンルでいいヒント。ちょっとよくわかんないけど、アトラクションはサクッとクリアして寄せ書き。なるほど、わかった。こっちもひらめきか。ダイヤな、ダイヤ何も今までなやってこなかったから連れていくのありかもしれない。ダイヤも協力してくれるの。そうだね、みんなでクリアしよう。
なんかダイヤにだけ喋るのずるくない？こっちは？うわー、2種類また出た。意地悪も入ってると。いや、おたす、あ、間違えた。いや、でもいっか、2種類だしね。よろしく。でも好感度、まあいっか、足りなくても大丈夫？必要かな？まだ話せ、あ、よかった。シンタとハヤテ、心配しなくても結構うまくやれるんじゃないかな。で、カナタが意地悪だから、クイズってどれくらい難しいんだろうね。意地悪なクイズは得意だぞ。まあ、こいつはいらないと。これで全員かな？あと1人。ってことはあとサンリオタイプかな。そうだね、あとサンリオタイプだから、どっちにする？あれ、でも待って、引っ掛けってなかった？知識意地悪で、てか2種類チートすぎない？で、こっちが、あー、ひらめきがないのか、どうしよう。待って、だったらさ、もう決まってるも同然だよね。あー、でもまあ別にいいのか。2種類チートすぎない？論理ジャンルが被ってる。先生連れて行けたりしないのかな。論理が被ってるよね、ライオンちゃんと。でもな、ヒカルちゃんは絶対連れて行きたいんだよね、僕的に。先生は何タイプですか？今のルミ先生は難しいことはちょっとよくわかんないかも。へおふへへ。ちょっとやばいわ、この子はやばいから。まあ、マリアちゃん前回見たから、やっぱりこっちにする？ひらめきか。サンリオ僕は解けるかもしれない。あ、逆だ。ひらめきタイプはじゃあ僕が担うから、サンリオタイプ任せたよ、ライムちゃん。はーい。ライムが大助け役に参加した。で、ブロックアンサーに挑戦しようだって。じゃあこっち行けばいいのかな。このメンバーで行きましょうか。本当はね、ヒカルちゃん抜いた方が効率がいいかもしれないけど、でもヒカルちゃんいなかったら話にならないからね。ヒカルちゃんほどすごい人今いないから、僕が一番今尊敬してます。ブロックアンサー来ました。さあ、このメンバーで行きましょうか。みんなちゃんと待機してるね。それでは次回ここからやっていきたいと思います。さて、最後リンリンちゃんに話を聞いてみようか。そろそろ行くの？お話する。あ、ここでも好感度上がるんだ。マモルくん、とっても頭いいか、クイズならきっと大丈夫だと思う。一応全員に話聞いていい？僕はいつでも準備 OK です、ゆう先生。戦隊の皆さんも一緒ですし大丈夫ですよ。それに僕だって立派なシルバーですから。君、声変わったね。我らがヒーロー戦隊が全員集まればとにかく最強なのだ。好感度低すぎ。あー、なるほど。あのさ、前回のパートでかけっこして好感度下がったんだ、勝ったせいで。しょうがない、ハヤテもレッドの力を見せつけてやるとするか。お菓子の家みたいにキラキラなのら。ブルーは賢いだからクイズも大丈夫なのら。ちょっとハヤテがやばそうだね。なんだよ。俺は守るはともかく、シンタとその取り巻きは役に立つのかよ。うわー、最低。なんかさ、仲間思いがないんだけど、こいつだけ子供っぽいアトラクションダッサ。あれ、ゆずりはちゃんもツンデレで、リンリンちゃんもツンデレなんだ。お話しする。クイズなんて正解すればいいんでしょ。私英会話教室通ってるし。クイズと英会話関係ないんだけどな。いかにもバズりそうな景色、今のうちに撮りまくっておくです。ちょっとやめて、そんな撮影しないで僕を。おもちゃみたいな風景と大人っぽいゆずりはちゃんの対比ありです。タイアリってやつ、すごー、タイアリってやつじゃん。君すごいね、そんな年齢にしてタイアリを使えるなんて。ということで皆さん、このチームワークが全然ないメンバーで次回ブロックアンサーに挑みたいと思います。しかもツンデレ2人いるからね。僕昔さ、世界に1人しかいないツンデレ少女を絶滅させるゲームっていうのをやったことがあるんだけど、今この場にツンデレって2人いるじゃん。なんならそのゲームは1人なんだけど、その1人すらも絶滅させるゲーム。しかもそのゲーム最終的にはまあ、ツンデレ少女を絶滅させるんだけど、させた後のその伏線回収というか、絶滅させた世界がすごいことになるゲームです。内容面白いのでよかったら見てみてください。概要欄に載せておきます。はい、ということで皆さんもツインテールのことは耳と呼んであげてください。それではまた会いましょう。バイバイ。